翻通宵更，做护士系咁啊，有有可以瞓着。せやです。180cm 3人とバレーしてボコボコにします。OK、もう次やったんだって。佢呢個冇得 zoom， 但你睇到畫面喎。係啊係，不經意經過。好，嚟睇落嚟啦。ザゴです。高いのは意味ありません。チビの方が強いです。せやさん、せやさん。ああ、はい。あの、ちょっとお話があるんですけど。今ってエンディング流れてるの？あ、エンディングの方は多分あの画面のどっかにあのちっちゃく映ってると思うんで。いや、それよりちょっとお話があってですね。こんなところに呼び出したんですけど。あの、ちょっと言いにくいことなんですけど。はい、今回の動画、ボツです。あの、ボツです。え、あの、理由としては、あの率直に言わせていただきますと、あのちょっと試合内容の方が、はい、あのクソ雑魚すぎます。どうやそれは。あのサーブもお互いのチームであのミスが目立ちましたし、そもそもあのレシーブがあのちょっとひどすぎて試合になってないっていうのは大多数の意見なんですね。なのであのボツです。だってカットも済ましちゃったんですけど。でも一応動画としては完成してるわけじゃないですか。あのそのまま上げるのってダメですか。せやさんのチャンネルもともとバレーボールの動画しか伸びてないじゃないですか。他の再生数クソ雑魚じゃないですか。いや、まあ、頑張ってますけど。なのにあの唯一伸びてるバレーボールの動画であの妥協するのはちょっと自分ちょっと違うかなと思いまして。だってそもそも今回の動画一番見せ場作ったのは初心者の子じゃないですか。それにせやさんの人生ミスであの、はい、雑音とかもかなり入ってて、正直あの結構見るに耐えない動画になってるんですよ。なのでなできればこちらとしてのボツ動画にしていただきたいなと。あ、でも確かにあのバレーしか伸びてないところであの妥協するのはっていう編集部の皆様方の意見も分かるんですけど、でも投稿頻度も大事というか、まあ、そういうとこも気にしてるんですけど、ならあの次の動画本当に頑張るんで、あの今回だけあの上げさせてもらう。でしたら今回の動画は予告編ということにしましょう。今回の動画の目的は、はい、次の本番に向けての宣伝ということにしておきます。その場合だったらギリギリ動画を上げてもいいです。でもあの次の動画は本当に頑張ってくださいね。
試合内容も、はい、大丈夫です雑音とかも本当に最大限気をつけて。わかりました。編集部の方に迷惑かけて本当にすいません。またよろしくお願いします。編集部のこちらともまたよろしくお願いします。